皆さんこんばんは、タクワンボーイです。東京オリンピックは見ましたか？選手たちの素晴らしい戦いを見させていただきましたね。本当にどの競技も素晴らしくて、もう感動の嵐でした。そんな裏側で行われていました豊橋エキリンピック2020は皆さんご存知でしょうか？昨年はコロナの影響で延期となりましたが、今年開催されました。そうです、東京オリンピック2020の裏側で豊橋エキリンピック2020が行われておりました。その裏側を皆様にお見せしたいと思います。それでは今回、元駅員をやっておりましたタクワンボーイが実況をさせていただきたいと思います。解説には昨年還暦を迎えました柳田義一さんに来ていただいております。よろしくお願いします。はい、どうも。それではまず1日目、種目が出殺でございます。マルスを使ったどんな技を見せてくれるのでしょうか。それでは柳田さんと一緒に見ていきたいと思います。どうぞ。はい、それではお願いします。まず最初は戸狩選手ですね。で1名様自由席でよろしいですか？はい、かしこまりました。非常に手際いいですね。東京1名様自由席と、東京自由席で1名、しっかりと確認もしてますね。東京1名素晴らしい対応です。おっと、エンターキーを中指で押した。すごいですね。しかし海外の方からはブーイングも来ておりますね。はい、お待たせいたしました、こちら切符でございます。素晴らしい対応でしたけども、はい、どうぞ。はい、京都までですね。続きまして安村選手ですね。失礼しました。非常に柔らかい口調で対応しておりますけども、おっと、なんだこの動きは。非常に気になりますけども、まるでポテチを食っているかのような動きをしておりますけども、手についた塩を舐めております。柳田さん、こういったことはあるのでしょうか？非常に珍しいですね。なるほど、こういったご時世ね、非常に良くない行為ですね。少々お待ちくださいね。しかし対応は非常にいいですね。はい、すいません、お待たせいたしました。あの癖だけが気になりました。いってらっしゃいませ。はい、どうぞ。はい、新大阪まで。続きまして井口選手ですね。なんだこの動きは。マルスの縁でリズムを取っていますね。すごい、これは一体何なんでしょうか、柳田さん。こういったのは若手に多いんですよね。なるほど、非常に会場にアクリル板の音が響き渡っております。はい、お待たせいたしました、こちらは新大阪までですね。ミスなく対応を終えました。はい、どうぞ。続きまして山田選手ですね。天竜橋まで。はい、かしこまりました。非常に今までと比べるとゆったりしたペースですね。天竜橋まで。こちらの情報ですと、山田選手、将棋クラブの会長をしておりますが、最近若手社員に将棋で負けてしまったということですけども、会長が負けてしまって大丈夫なんでしょうか。しかしここでしっかりと結果を残すと言っておりました山田選手でございますけども、まるで将棋の一手を考えているかのような確実なマルスタッチでございます。柳田さん、こういったことはあるのでしょうか。ミスのないいいタッチですね。はい、こちら先入今日までです、いってらっしゃいませ。はい、どうぞ。はい、こちらでございます。続きまして香川選手ですね。はい、どちらまで行きますか。はい、三河城まで行かせてもらいました。明るい声で非常にいいですね。自由席でお取りしますね。はい、かしこまりました。三河城の自由席。おっと、これはスロット押しですね。香川選手の得意技です。スロット押し出ました。お待たせました、こちら三河城までですね、いってらっしゃいませ。ギャンブル好きが出ておりますね。はい、どうぞ。東京までかしこまりました。東野選手のスピード。はい、どうぞ、こちらでお伺いしますね。どちらまでご利用ですか。山下選手ですね。ああ、どうぞ。後輩に質問されていますね。忘れないで、お願いします。質問されながらの対応は非常に難しいんですけども、難なくこなしました。東京まで指定席、指定席を取れます。指定席でかしこまりました。では前浜まで2名様をお取りしますね。学割をつけしますか。はい、学生に学割を忘れずにつけるという。どうした、今の鍵。おっと、これはブラインドタッチですね。画面を見ずにタッチしております。これは非常に高得点ですね。お待たせしました、こちら前半まで2名様学割ついております、いってらっしゃいませ。いやー、柳田さん、非常に素晴らしい試合でしたね。はい、今回の結果なんですけども出ております。なんと金メダルは
山下選手でございます。素晴らしかったですね。あのブラインドタッチ本当に見事でしたね。非常にあれが高得点でしたね。なかなかいったブラインドタッチ難しいんじゃないでしょうか。これはなかなかできませんね。はい。そして銀メダル、こちらが東野選手でございます。やはりああいったスピードに勝るものはないですよね。いや素晴らしかったですね。はい。続きまして銅メダルを発表します。銅メダルは山田選手でございます。非常にゆったりはしていましたが、ミスなく確実な対応でしたね。やはりベテラン、将棋では負けてしまいましたが、ここでしっかりと成績を残していただきました。素晴らしい戦いをありがとうございました。出場してくださった選手の皆様、お疲れ様です。明日ですけども、明日はホーム監視が行われます。また実況同じくたくあんボーイ、そして解説には柳田さんが同じく入っていただきます。お楽しみにしていただけたらと思います。それではまたお会いしましょう。さようなら。